はいどうも皆さんこんにちは、ウプ主の高中です。久しぶりだな、それ山です。山田だ。ということで今回はロボットが5体ほど出てくるやつをやっていきます。で、一人でやるにはむずすぎるので、この優しい二人に頼んだところ快く受け入れてくれました。一番上のクレイを使ってるのが俺で、5番目のリリックが俺だ。完全なる実力の差というものを見せてもらいましょうかね。高中のレベルなら3でもあれば倒せるな。それじゃあさっさとやるぞ。さあ始まりました。俺らにボコされるやつは誰かな。お前らの配下瞬殺してやるよ、このレジギガスが。それでは私は耳で後方支援を。なんだロクソバコじゃないか。はい、1体目ですか。2体目のレジギガスはどこだ。お前らさっさと出てこいよ。またこっちに来たぞ。クレイの爆弾がしっかり効いてるな。ていうかダメージ量エグすぎるでしょ。はい、2体目もゲッハ。こっちになるぞ。もう体力半分じゃねえか。ブラックホールだ。高級トレイになるぞ。これ次はこっちだ。残り2体。さっさと終わらせるぞ。こんなのこんなにちゃんと全力しないからな。やべえってダメージ量エグすぎるって。もう終わりかもしょうもねえな。エクスカリバー。最後の一体はどこだ。マジかよ、イセスハンターじゃねえか。俺らの中で弓キャラいるの高中だけじゃねえか。あ、マジか、終わったけど。ちょっと待ってよ、ちゃんとやるから。ほんとかよ。なんか目玉狙ってやらないとダメだからな。一応クレイの攻撃は届くけど。ダメだ、リリックの攻撃がまったっかいだね。私だってちゃんとやればできるんですよ。どやー、よしナイスが高中。あとは俺らに任せろ。おはい、終わり。マジで速攻だったな。ということでこれだけ力の差があると動画的にも問題しかないので、レベルが同じになるように頑張りたいと思います。無理だろ、何年かかるんだよ。まあせいぜい頑張れよ。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録はこっち。他の動画も見てくれよ。じゃあまた次回の動画で。バイバイ。